新時空大戦究極の激闘開幕。紛れもなくヒューが作った宇宙です。なんだって。ただし元の宇宙を不完全にコピーしただけの偽物です。生物の反応も全くありません。偽物だって。悟空さん、本物の第七宇宙で今崩れたのと同じ建物が突然崩れたんです。これは二つの宇宙がつながっているのか。一体どうなってるかわかんねえけど、とにかくこっから脱出する。どうにもじれったいですね。ここで止めてください。ですね、私も同じです。久しぶりだな。君の限界はそんなものだったのかな。おめえハーツ生きてたんか。魔人を名乗る男に地獄から引っ張り出されてね。孫悟空、俺と手を組め。何言ってんだ。そう思うのも仕方ない。俺は矛盾してるからな。一体何が目的だ。フィーという知れ者を倒す。宇宙樹を勝手に使った罪は重い。奴を倒すには君の力が必要だ。よし、わかった。その代わりまた悪さしたらぶっ飛ばすぞ。貴様、カンバーの仲間。カンバーが何か失礼を働いたかな。ふざけるな。
何をしようとしているのか分かりましたよ。無駄なことです。今はこっから脱出するんが先だ。お前たちの戦いが私の計画の力となる。北斗の戦士が現る。新たなる冒険スタート。暗黒ドラゴンボールの力だろう。暗黒？俺を引っ張り出した魔人が言っていた。融合したことで凶暴化したんだ。乱入者か、吉と出るか凶と出るか。実に醜い、そして素晴らしい。もっと戦うがいい。
なんだ。心が読めなかった。あの刻意の男、何者なんだ。招かれざる客が紛れ込んだに過ぎん。誰だ。君もか。その仮面で心を閉ざしているのかな。この時空は争いに飢えている。お前たちはこれからも戦ってくれればいい。フィーの仲間か。どうかな。何が何だか分かんねえことばっかりだ。しっかりしろ。あ？え？これセンスじゃねえか。君と会う前、少しこの世界を回ってね。おめえ、センズ知ってたんだな。以前、君の心を読んだ時に情報を得ている。どうだ、元気になったか。うん。ありがとな。コピーの宇宙でも効果はあるということか。ではこれも。おめえ、それドラゴンボールじゃねえか。それ本物なんか。いや、だがコピーとはいえセンズのように本物と同じ効果があると考えれば、7つ集める価値はあるんじゃないか。そっか、7つ集めて脱出を願えばいいんだ。それがドラゴンレーダーか。ああ、こいつさえありゃドラゴンボールの場所がわかる。お、2個。一つはおめんだ。もう一つは上。争い合え、人間。戦闘民族の誇り、ベジータ覚醒。サイヤ人の本質、誇り、それを失った貴様の拳など一切の価値なし。ボン、俺を忘れてもらっては困るな。新生児の身から得た逆の力、俺こそが最強のサイヤ人だ。面白い、その力見せてみろ。ベジータ、しっかりしろ。カンバーよ、久々の自由を謳歌しているな。おめえは、うん、余計なことをするな。お前の相手はこの俺だ。おめえ、ブラック、うん、孫悟空、お前を倒して俺はこの体を完成させる。
を見てるんだ王子様。嬉しいね、伝説の悪のサイヤ人さんよ。クソったれ、無様だなベジータ。お前もサイヤ人なら悪の心を思い出すがいい。サイヤ人の本質が邪悪さだと。違う、戦闘民族サイヤ人の本質とは戦い続けること、己を高め、ただ強さを求めることだ。これだ、この高まり、俺と戦え。求めるものが強さだとしたら、善も悪も俺には意味をなさん。邪悪のオーラさえ己の力に変えるとは見事だ、同胞。ベジータ鍛え直してまた来るがいい。貴様にまだ少しでもサイヤ人の誇りが残っているならな。ただの下級戦士に戻るとでも。まあそれもいいか。カカロット。スーパーサイヤ人ロゼバーサス身勝手の極意、惑星激震の大決闘。うわ！
俺の未来はフユーから聞いた。この体には限界が来ると。では貴様は禅王に消される前の時間から来たんだな。故に時を超え歴史を渡り、俺はそれぞれの孫悟空と戦うことでこの体を馴染ませていったんだ。この戦いで100人目、今や完全にこの体は我がものとなった。その力まだ使いこなせてはいないようだ。故郷と共に滅びるがいい、サイヤ人。何？この熱気は。孫悟空、お前がまだ強くなるというのなら俺もまだ進化できる。なぜならこの俺も孫悟空だからな。生き延びてみろ、孫悟空。あの野郎。カンバー、お前にはまだ俺の理想に協力してもらうからな。カカロット、早くしろ、間に合わんぞ。誰の気も探れねえんだ。さあ終わりだ。星の終わりはいつの夜も美しい。無様だな、孫悟空。セル、貴様、なぜ？またか。され、死者め。サイヤ人をなめるな。離れ。またも死者が紛れ込むと。
マジンどもめ、余計なことを。そいつと同じだ。なるほど、君も魔人の協力者というわけだ。死者が地獄から一時這い出てきたに過ぎない。俺たちを助けたのはなぜだ。やるってんなら、まあそう焦るな。俺の話を聞け。どうなってんだ。おお、危なかった。セルに助けられるなんて思ってもみなかったぞ。それにしてもブラックのやつ、一体何を企んでんだ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、北井の戦士 VS 悟空ブラック、明らかになる闇の企み、絶対見てくれよな。Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar koyo ngene. Ning opo kowe tega nyekso aku koyo ngene? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.